はい、皆さんこんにちは。今回言及させていただきたいのは、カンボジアの、アンコールワットの街、これシェムリアップって言うんだけど、シェムリアップで、タクシーの運転手、カンボジアのタクシーの運転手が日本人、2名によって殺害されたということで、これに関して言及させていただきたいと思います。これに関して、FNN プライムニュースの記事をちょっと読ませさせていただくんだけど、世界遺産のアンコールワットのある町で事件が起きたということで、カンボジアでタクシー運転手フムチャンさん、まあ、40歳の方が殺害されたということ、日本人の男2名が、逮捕されたということです。これに関しては千葉県出身の石田、容疑者、まあ、最近の若い人ってはキラキラ文字が、ね、多いですから、なんていうのかな、レイニモンっていうレモン容疑者っていうのか分かんないんですけど、この元陸上自衛官です。そして福島県出身の、この中下の名前が何て言うんだろうな、この容疑者ともに23歳ということで、フロント部分が大破した車、犯行後男たちが奪ったされたタクシーだということで、警察は、ナイフ3本と警棒を押収したということで、このナイフで男は運転手の首を刺したと見られているということです。警察らによるとね、その容疑者、まあ、首を刺ナイフで刺しで、石田容疑者が運転し、逃走したということで、容疑者らがカンボジアを訪れたのは強盗が目的だったとされるということで、警察によると石田容疑者らは日本円で400万円ほどの借金があったということで、シェムリアップは世界遺産のアンコールワットがあり、世界中から多くの観光客が訪れる観光都市、容疑者らが車を奪って強盗することを企み、タイ国境に近い町からタクシーで移動している最中に犯行に及んだと見られているということで、これに関してです。まあ、彼らは多分タイのバンコクから入ったんでしょうね、空路で。その後、いわゆる陸路でアラヤンプラテート、鉄道で行きますね、アラヤンプラテートっていうと、まあ、国境の街があって、そこのところ行き、そこから、国境を越えしてカンボジアに入り、そこでタクシー、と、いわゆる、まあ、契約、交渉して、行ったわけです。その中で、そのタクシー運転手を強盗目的、車を奪う目的で殺した、ということなんですけどね。うん、これ、ちょっとびっくりしました。逆のパターンというのはよくあることです。これはね、よくはないんだけど、よくあるわけじゃないんだけど、逆に例えば日本人が脅されて強盗でね、されてしまうというのはよくあることなんだけど、ちょっとこれにはね、なかなかあんま前例がないことなのでちょっとびっくりしたんだけど、しかしちょっと不思議な点があるんですね。400万円の借金をして、なぜカンボジアで、それを盗んで売ってっていうなるのかよく分かりません。これは別に日本だっていいわけだし、タイでもいいわけじゃないですか。で、なぜカンボジアなのかということなんです。で、奪った車が、じゃあどういった車なのかも分かりません。基本的にあんま新しい車使わないのが実情だと思うんだけどね。その中で、じゃあ奪った後、じゃあどこでそれを売るのか、カンボジアから出る、もし出るとしたらね、もちろんそれは調べられるし、カンボジアで売るとしたら、それはどこが、どこの車、名義とか調べられるじゃないですか。その中で、じゃあなかなかそういったことが、盗んだって分かってしまって売れないんじゃないのかなって思うんだけどね、そこがちょっとすごく不思議な点だなって感じはします。一人は陸上自衛官ということでね、陸上自衛官ということでもちろん訓練はされてます。人を殺すというね、これはもちろん戦闘になった場合ね、やっぱりそういったところで訓練されてます。なので私自身なんかもね、まあ、自分は陸上自衛官ではないんだけど、いろんなところで訓練は、しますので、一応戦い方とかね、人のやり方とかこういうのは全部熟知しているわけです。ただ、その中でね、やっぱりね、ちょっとこれはびっくりですね。うん、23歳ということでまだまだ若いわけです。400万円を借金して、その借金というのはどこから借金をしたのか、それは消費者金融、ヤクザ絡みの消費者金融なのかもしれないですけど、そういったところを追っていくとね、いろんなものが見えていくかもしれません。ただなぜ、海外で、来てあえてそれを盗品して、それをね、売るってそれだけ語学力があるかって、そんな語学力はないと思うので、ちょっとそこが不思議なんですよね。うん、タイにはね、まあこれ前お話しさせていただいた通り、やはりタイにはいわゆる今までね、日本で犯罪を犯した人々が、逃亡先として、よく入れられます。だから いわゆる日本のね、警察庁、ね、警視庁なんかもそうなんだけど、警察庁が、海外逃亡している犯人、結構タイにいたり、もしくはフィリピンにいたりして、そこを行方を追ってます。インターボールなんかも動いてるので、そういったところは結構タイとかね、あの辺りにはね、いるんですね、カンボジア。まあ、最近ちょっとラオスの辺りも入ってるっていう風な噂も聞きましたけど、とにかく、この強盗目的で人を殺してしまうと、ちょっとびっくりしましたけどね。うん、これやっぱ許してはならないことです。あとは、
そういったところでね、なんかちょっとやっぱ最近ね、日本人の中でもね、変な日本人もいるのは事実です。タイなんかでもやっぱり埋没してしまう日本人、本当にお前は日本人なのかっていうふうにね、言いたくなってしまうような人々がいるのも事実であって、そういったところもね、ちょっと裏的なものもね、結構あったりするんで、これからもそういったものに関しては言及していきたいと思います。とにかくね、ただね、これこの番組見てる方で今カンボジア行ってる方いるんですよ。シェムリアップで若い方でね。でなんかそのぼったくりの被害やってしまったということで、まあカンボジアで結構日本人が銃で撃たれたりしたこともあるので気をつけていただきたいと思うんですけど、今回は逆版ということでちょっとびっくりしました。とにかく、こういったことは許してはいけないですね。まあこういった問題に関してはね、もともと、まあもちろんカンボジアシェムリアップということでね、どういったところかっつったら、まあ、アンコールワット、アンコールトムがあること、日本人のね、観光客もいっぱいいます。これは自分自身も言ってますので、よくわかることなんだけど、非常にちょっといただましいかなって感じがしますね。うん。まあとにかく、こういった問題はね、感謝もね、これからも言及させていただきます。今はね、まあいろんな中南米にいますけど、そこからいろいろと回ってきますけどね、こういったこと逆版が多いですからね、日本人がやられるというパターンが多いから気をつけていかないといけないんだけどね。